ハムシはカブトムシメハムシカクリスメリデーの昆虫の総称。現在日本に約780種が知られる。6ミリメートル前後のものが多く、おおむね草食性である。なお、豆ゾウムシ類はその形態からゾウムシに近いとの判断からこの名がついたが、現在ではハムシカの一夜化として位置づけられている。なお、日常でワムシという場合、 ハムシのことである場合も多い。これは小さな羽のある虫全般を指し、特に分類群を定める子ではない。この項では蒸気の分類群を扱う。形は多様だが、比較的簡単な形のものが多く、いわば小金虫を小さくしたような虫である。しかし、トゲハムシの仲間は背面に一面にトゲ状突起を持つものがあり。 また、ジンガサハムシやカメノコハムシと呼ばれるものは、体の縁が平板状に広がって、ジンガサ状の得意な姿となる。また、ノミハムシの仲間は、孔子に跳躍器官を持ちのみのように跳躍する。赤ガネサルハムシのように、金属光沢の美しい体色のものもある。幼虫は、イモムシ状か、ジムシ状。胸部に三体の足を持つが、腹部にはない。多くは生きた植物を食べる。 農作物を食うものも多く、ウリハムシやイチゴハムシなどはしばしば大量発生して農作物に被害をもたらすので害虫とされている。豆ゾウムシは貯蔵穀物を加害する。利用されることは少ないが、豆ゾウムシ類は固体群生態学の分野でモデル生物とされるものがある。ありがとうございます。